千字文、千字文、千字文、中国語、ピン・イン、金・ジ・イ・は、子供に漢字を教えたり、書の手本として使うために用いられた漢文の調子である。千の異なった文字が使われている。南朝、両の武帝が文章家として有名な文官の修行士に文章を作らせたものである。修行士は、皇帝の命を受けて、一世で千字文を考え、 皇帝に侵入した時には白髪になっていたという伝説がある。文字は農書家として有名な刀身の王義氏の字を陰鉄石に命じて模写して修正し、書道の手本にしたと伝えられる。王義氏の字ではなく、義の商用の文字を使ったという遺説もあるが、有力ではない。完成当初から非常に沈調され、以後各地に広まっていき、南朝から東大にかけて流行し、 相談員を全土に普及した。千字文は、天地原稿から、遠祭かなるまで、天文、地理、政治、経済、社会、歴史、倫理などの信頼番章について述べた、四字を一句とする二百五十個のタンクからなる陰文である。全体が、客員により九段に分かれている。すべて違った文字で、一字も重複していない。ただし、女忍部帝の、 と、千印、清の、清は、音も意味も同じであり、テキストによっては、両方、清に作ったり、清の遺体字の、に作るものもある。数字では、1、3、6、7、方角では、北、季節では、春、地理では、山がないなど、諸学者に必要な漢字が抜けている。233文字が、日本の常用漢字外である。千字文はかつて、 多くの国の漢字の初級特本となった。注釈本も多数出版されている。また、書道の手本用の文章に使われ、歴代の農書家が千字文を書いている。中国では、ともえ、つい、貯水量、唐、孫家庭、唐、長曲、唐、海祖、唐、米、元秋、北宋、高宋、南宋、長須郷、元、文長名、秋などの作品が有名で、 尊厚出土文書にも、千字文の手本や修士した断片があり、遅くとも7世紀には普及していた。日本でも、牧良子、江戸、市川紅、江戸、抜きな数王、江戸、草壁明確、明治、小野画働、明治などの作品がある。書道の手本としては、友江が会書と草書の二種の書体で書いた、新創千字文が有名である。その後、草書千字文。 会所戦時文など、様々な書体の戦時文が作られた。また、天書、霊書、会書、草書で戦時文を書いて並べた、四体戦時文なども、ある。その後、俗戦時文、侍その領記、宗時代、終戦時文、女性等、明時代など、類似本が創作されたが、修公試作の戦時文が、最も普及している。戦時門は、 日本の色派順などと同様に番号として使われることがあった。古事記では、和に吉氏が王神天皇の治めていた頃の日本に戦時門と論語十篇を伝えたとされているが、これは戦時門が成立する以前である。この矛盾については、記事自体をただの伝説であると捉えられたり、いくつかの事実を反映しているという意見や、別の戦時の文が伝えられたという説がある。 考古学では各地から見つかる律令器から奈良時代の木簡の中に文字の練習や書籍の文字を書き写したものがあり、それを収穫と総称するが、この収穫木管に多く見られるのが論語と地踏みであるため、漢字を学ぶ手本として比較的早く大陸からもたらされたと考えられている。小僧院へ、孔明皇后が寄進した時の目録、国家珍宝帳。 751年には、東ススムー将軍、義子書簡第51マグサ戦字門があり、国宝のマグサ戦字門がそれだと推定されている。小僧院文書にも戦字門を修辞した断片があるので、8世紀には修辞で本として使用されていた。山口県山口市の吉田遺跡では、8世紀前半の戦字門の恩義木管が出土している。また最長が遠略寺に収めた、 図書目録にも、唐から持ち帰った拓本の戦字文が記録されている。平安時代の日本国見在書目録、890年頃には、6種類の注釈本が記載されている。南北朝時代には注釈不本が出版され、天正2年、1574年には、修字のための四大戦字文も刊行された。江戸時代には、多数の注釈本が刊行された。 ルイジボンも、12世紀の三吉亀康の俗戦字文以後、幾多万、江戸時代の古学戦字文、無名詞、和戦字文などが作られた。2000年9月10日、当時金沢大学に在籍していた地質学者の石師と民教授は、平成戦字文と称して現代日本社会において、馴染みのある漢語語彙を多用した千文字のパングラムを、大学、無ページ上に発表した。 戦字文が朝鮮半島へ入った年代は特定することができない。清掃が、君民生音、ハングルを発布した15世紀以降も、漢字はずっと朝鮮の最も重要な文字であり続け、戦字文は子供の教科書、または書の手本として使用された。朝鮮では、書く漢字を朝鮮語による君、セギムと朝鮮漢字音の組み合わせで朗唱する習慣があり、 これを、ハングルで記した二種類の基本本が書物が、戦争の時代、16世紀後半に出版された。一つは1575年に、甲州で刊行された、甲州版戦字門であり、ハングルで宙が付けられた最古の戦字門である。もう一つは、当時の書の大屋であった漢、漢子、剛は、石本の字による、石本、戦時門、1583年間である。 公衆版と石、ミネ版はほとんど同じ時期に出版されたにもかかわらず、訓が異なっていることがしばしばある。公衆版には多くの珍しい訓が含まれているが、16世紀以前の朝鮮の固有語の化石的語彙、または全羅道方言の影響を受けたものと考えられる。石本戦時文は日本に入って、 和国本が作られ、それを入手したシーボルトが、日本総書の一部として1833年に出版した。メドハーストの、朝鮮異国寺の付録に付けられた、戦時も、シーボルト本を元にしている。戦時文中の、天から、水の44の文字の一つが、常平通報、朝鮮王朝時代の戦火の背面にも刻された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。